プレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。皆さんこんばんは。出会いは奇跡の時間です。お相手は、イラストレーターの根本誠とレンでお送りいたします。皆さんこんばんは、よろしくお願いいたします。レンさん、今日のテーマは、今日のテーマはですね、はい、当社の絵本授業の中でですね、まあ、絵本を作りたいという方が、まあ、結構いらっしゃって、はい、そういう方々 の夢をですね、実現させるという授業をやってるんですけど、まあ、絵本のお手伝い、出版授業ですね。これでイラストレーター、この根本誠さん のイラストレーターがすごく気に入っていただいて、絵本を早速作っていただいて、実はもう第2弾をもうすぐできるっていう素敵な女性が来ます。うわー、楽しみ。はい、森さん。あれちょっと待って、あれ呼んだ、森さんですか。私森さんじゃないのよ、ごめんね。あれ、森さんじゃないのね。すいません。あらやだ、私なんか映っちゃってる。あなたは何さんですか。私ね、うさぎのうーたんっていうのよ。あら、うさぎのうーたん、かわいい。うーたん、こんばんは。よくね、可愛いねって言われるから、本当に可愛いんだと思うのよ。いや、可愛い。赤いリボンに、可愛い。緑の、緑、それ違うか。それなんかのコマーシャルですね。違うわよ。間違いない。ウータン？ウータンっていうの。私ね。ウータンって言うんだ。はい。そうそうそう。ウサギのウータンでね、覚えた？覚えました。ウサギのウータン。うん、よろしくお願いします。どうもどうもよろしくね。あれ、あれ、ええ、ちょっとダメよ。ウータン、ちょっと今茶色いのがいましたね。なんもない、なんもいない。誰もいない、うん、誰もいないわよ。誰も、なんかでもね、さっきから見えてるね。誰もいないからね。やめてよ、ちょっと。私が出てるのに。なんでもないのよ。あ、ウータンともう一人の人、来てください。出てきて、誰あ、ちょっと紹介するね、うん、はい、紹介して。熊川ちゃん、おいでウータンが連れてきたのは、はい、熊五郎ちゃんです。よろしくね、熊五郎ちゃん。ウータンと熊五郎ちゃん、すごいかわいい。ちょっと待って、熊五郎ちゃんね、うん、恥ずかしがり屋さんなのよ。恥ずかしがり屋さんなんだ。うん、ただ熊五郎ちゃん、ほらほら、はいはいはい、ギー。ああ、恥ずかしいのかな。かわいい。はい。なんか今ターミネーターみたいな感じ。熊五郎ちゃんです。こんにちは。熊五郎ちゃん。こんにちは。よろしくお願いします。いや、ごめんね。またお尻向けちゃったわよ。大丈夫。実はね、今日人形劇団ニコニコ青虫って書いてますけど、おウータンとクマゴロちゃんはひょっとして絵本の中から飛び出してきました？そうなの。あのね、あバレた？バレましたね。なんかどっかで見舞ってたなと思ったんですけどね。クマゴロちゃん、ちゃんとしっかりしてる。トントン、はいはい、はい、そうなの。私たちね、うーたんこんにちはっていう絵本の中にもいるの。うーたんこんにちは、うーたんのこんにちはっていう絵本なのよ。その中にね、いっぱい遊んでるの、うん、ねえ、うーたんのこんにちは書いた方はなんていう方？知りたいよね。あのね、根本誠さんっていうね、すごい素敵なイラストレーターの方が描いてくれたの。絵本作家なの。絵本作家の根本誠、あ、いるやん、この僕の横に。え、ちょっと待って、ということは、根本誠がウータンと熊五郎ちゃんに出会って絵本描いたということですね。そういうことです。
嬉しいな。ちょっとうーたん、くまごろたん、はい、お母さんいますか？お母さん、うん、お母さんね、今ね、あっちの方でお化粧してた。お化粧してた。呼ぶ？え、呼んで。森さんっていう方だったと思うんですけど、あの 3秒ぐらいしか待てないので、ウルトラマンと一緒で。ちょっと急いで、来ないかもしれないけど、ちょっと待っててね。ちょっと、はい、森さんって呼ばれてるわよ。1、0。あ、どうも。あら、どうも。こんばんは。あー、森です。こんにちは。すごいですね、人形劇団の森さん。森さんです。こんにちは。こんにちは。どうも、素敵なね、もう本当に、うん、絶対これ子供さんがね、大喜びしますよね。本当、こんな顔が大きい子供たちと思いませんでした。今見てびっくり。意外と顔でかいのね。あの、うーたん、くまごろちゃん、ちょっと聞いててくださいね。はい。うん。森さんは、いつでしたっけ、お会いできたのは。もう2年ぐらいになりますかね。2年ぐらい前でしたよね。そうです、2年。あの、オンラインの、なんか、オンラインのなんかでしたね。でしたよね。そうそうね、オンラインのね、イベントで、ね、お会いして。ちょっとね、絵本を書かせていただくことになったんですけれども、あの、軽くですね、ちょっと森さんの方でちょっと自己紹介をお願いします。お願いします。川崎市の方で、ニコニコ青虫人形劇団という劇団をやっております。で、はい、主にあの、幼稚園に行く前の親子さんとか、そういう方々にお話を届けています。ただ最近はあの、おじいちゃんおばあちゃんだったり、いろんな人たちと一緒にワークショップをやることも多くなってきました。もう10年になります。10年になるんですね。10年です。すごいですね、10年間やるってことは。おかげさまでね、10周年の記念に、うーたんのこんにちはという絵本で書いていただきました。ね、ですよね。去年でしたっけ、去年で10周年ですね。去年で10周年。すごい出会いでしたね。本当にあのオンラインで初めましてでしたもんね。そうです、オンラインで初めましてで。ということは、コロナさんがやってきた後ということですよね。そうです。でしたね、そうです。はい、はい。森さん、川崎市、うん、ご出身も川崎市。出身は横浜。横浜。出身は横浜で、その後千葉に行って、で、東京に来て、で、川崎に流れてきました。流れてきたんですね。関東にしか住んだことはありません。関東にしか住んだことないですね。なるほど。今明るいですよね、森さんね。ね、本当。あ、あの、この時だけはね。この時だけなんですかね。オフになった瞬間に別人になるんで。あ、別人になるんですね。です。はい。普段の森さんってじゃあどんな感じなんでしょうか。普段ですか？うん、普段はね、うん、こんな感じですよ。ずっともう低空飛行でいきます。低空低空。でもね、森さん、あの、あれですよね。人形、あの、お裁縫をされて、はい、人形自体も作ってるんですよね。うん、そうです。うん、みんなあの縫い物が、ね、縫い物が私の軸なので、うん、この子たちも縫い物をしてたからできてきました、うん、ね。裁縫のお仕事をしながら人形劇ということだよね、うん、はい。じゃあ普段はやっぱりこう結構こもって、じゃあお裁縫をせっせと、うん、そうですね、うん、もうでも、もうそれもね、いろいろ、うん、あのストレスたまるので今はです、ね、今は気ままに縫い物クラブということで、川崎市を転々として縫い物の講座を開いております。ああ、なるほど、縫い物の講座。それなんか、なんかの生地からこう切ってバッグを作ったりとか、うん、そういうことをやってらっしゃるんですか？そうです。あの、着物をね、いただいたりしたものを、あの、ポシェットにするとか、バッグにするとか、あの、洋服にするとか、そういう着物のアップサイクルっていうことをやっています。あ、あの、なるほど、ね。まあ、確かに着物をね、あの、おじいちゃんおばあちゃんとか、
持ってらっしゃって、あの何年か経ってね、熱で受けてどうしようかなという方も多いですけど、そういう方の、まあ、リサイクルというかアップサイクルをやってらっしゃるんですね。そうですね、はい、これいいですね、うん、なんかね、まあ着物ってね、自分でほどくのってすごく勇気がいることで、まあ、それをみんなと一緒にやったり、うん、で、うん、という人間に預けていただいて、それ違うものっていうと、なんかよりね、その着物が身近に感じられるという感じで、まあまあかなり喜ばれますね。絶対それいいですね。ねえ、あの例えばね、おじいちゃんおばあちゃんのね、一部がなんかその自分のバッグになるとか財布になるとか、そういうことですよね。そうですね。で、着物の生地って結構香りが抜けないので、その、うん、自分の親のことがふっとした時に香りが立ってくるとか、うん、そうすると記憶がわーって蘇ったりとか、はいはい、あ、なるほど、少なからずあるっていう、うんうん、あのね、それはね、聞かれますね、聞かれるというか、そういう声をいただきますね、うん、お母さん思い出したとか、おばあちゃん思い出した、うん、着物以外でもできるんですか？着物以外、あ、でも、あの、もう着なくなったワンピースとか、うん、そういうものでも同じようなことはできますね。あ、なるほど、うん、というのは、私この前ですね、どこかのスーパーでなんか面白いバッグを見たんですけど、うん、デニムのジーンズですね、はい、デニムのお腹のあたりの、まあ、太もものところまでが きれいにそのまんまなっているバッグを見たんですよ、うん、面白いと思って、うん、ね、お尻、ちょうどお尻のところがね、ポケットがいっぱいついててね。そうそうそう、で、あの、ちゃんとそこにチャックがこうあって、こう、なんか多分買い物なんかするんでしょうね、うん、いいですね、いいですよね、ね、なんかちょっとこう、やっぱり履けなくなったジーンズとか、うん、ね、あこういうのを使うとなんか優秀ですね、なるほど、履けなくなった、ね、まあ、例えばちょっとサイズが、サイズが合わなくなったな、でも捨てるかな、3回りぐらい大きくなって履けなくなったのをスーパーに持っていくってことですよね玉ねぎとかトマトとか入れて持って帰る、もう頑丈だから、頑丈頑丈頑丈へ、あの、それって今そのアップサイクルのお仕事は、あの、何かホームページとかも持っていらっしゃるんですか？あ、一応ホームページあります。あるんですね。はい、気ままに縫い物クラブとかそういうのと並列して、はい、あ、なるほど、こちらですね、あこれか、ここです、あ、ちょっとあの見ていますね、はい、これかな、うん、なるほどなるほど、はい、ちょっとね、あの、いいと思いますよ、はい、ありがとうございます。でも喜ばれるのでやりたいなといつも思います、うん、ねえ、本当に喜びますよね、きっとね、うん、お客さん、そうなんですよね、いい仕事だなって自分で思ったり、うん、いい仕事ですね。なあ、それあの年中忙しいんですか、それで？おかげさまで、まあまあ年中忙しく、うん、まあそれ以外にもそれ以外にも、うん、あの赤ちゃんの肌着を作る事業とか、うん、もう細分化されているので、うん、この赤ちゃんの肌着を作る事業っていうのは、今度はあのすごくちっちゃく巻いた手のひらサイズの赤ちゃんから、うん、はい、うん、サイズ普通に生まれることができた赤ちゃんまでの肌着を一挙にあの棚に並べたいっていう私の希望がありまして、でそういう事業も今年、去年からやってるんですけど、なんかそういう、うん、そういう あのあれですね、パンフレットっていうか冊子作りたくなりました、うん、いいですね、うん、ね、いいですね、そうで、なんかね、この未熟児で生まれちゃった赤ちゃんのお母さん方っていうのが今コロナで子供に会えないんですよ、はいはい、全然、あ、そっか、だから下手す、どれぐらいの期間ね、どういうふうに会えないのかは私はちょっとまだわからないんですけども、うん、そういう方々があの自分を責めてしまうことが多くって、うん、やっぱりふっとした時間に自分を責めてしまうので、うん、そういう時間に手仕事があればいいなっていう、うん、その看護師さんたちのね、いろんな希望によって、うん、お母さんたちとも肌着を縫おうというふうに考えているところなんです。なるほど、あの、うん、1個ねちょっとひらめいたことがあるんですけど、うん、先ほど着物からそのあの孫さんとかお孫さんとかお子様がこう作るじゃないですか、うん、逆もありますよね、うん、例えば赤ちゃんがいらっしゃる、まあ、30代の女性とかが、うん、
おじいちゃんおばあちゃんになかなか会えなくて、1歳2歳3歳だんだん大きくなるとちっちゃいの履けなくなります。その生地を使ってなんかポーチから財布つけておじいちゃんおばあちゃんに差し上げるとなってきますね。あ、いいですね、いいですね。そのね、例えばちっちゃいコートとかそういうのがね、おばあちゃんから送られることって多いじゃないですか。あ、それがまた戻っていくと嬉しいですね。あ、いいですね。ですよね。ね、本当こういう循環ですよね。そうそうそう。もうね、なんかストーリーがね、すごくいいですよね。物を大切にするとね。これはとてもいいお仕事。ありがとうございます。もうもともとそういう手を使うお仕事というか、そういう得意だったんですか。あの、こういう。全然得意じゃないんですよ。そうなんです。実は全然得意じゃなくって、はい、最近縫う仲間が増えたんですけど、うん、私が30年間苦労して築き上げてきたものを1週間でやりよった人がいて、はい、やりよった人。もうできるようになったの、すごい嫉妬するっていう話をしてました。私すごい、すごい不吉祥なんですよ。そうだったんですね。そうなんです。でもだから逆に、どこで難しいかとか、どこで引っかかるかとか、どうしたらいいっていうのがもうすごくよくわかるので、それで教室を開く方に私はシフトするの。研究熱心って、まあ、研究家ですね。研究家、研究家ですかね。いや、すごいな。あのところで今日はね、絵本のあれだったんですけど、ウータンの絵本、はい、今お持ちですか。あ、ウータンの絵をさっきね、最後の一冊が売れちゃったんですよ。あ、そうなんですね。あ、そうだったんですね。素敵な、待って、あのちょっとそれか、まこさんが持っていらしたら、うん、正方形の大きさで、はい、そう、ここに熊五郎ちゃんとウータンと、うん、もう一人いますよ、右、一番右に狐さん。こーん、あら、こーん、こんちゃん、こんちゃん、こんちゃんです。こんちゃん隠れファンが多くてね、こん、こん、ね、そう、いやー、かわいい。こんちゃんすごい私も大好きなんです、実は。あ、ほんと、はい、こんちゃん大好き。こんちゃんかわいいね。こんちゃんかわいいよね。こんちゃんね、ちょっと興奮してるね。そうなんだ。あの、その 3名なんですよね。どうぞ。3名でなんか今 LINE スタンプとかありましたっけ。ないです。なんか作っても面白そうですよね。なんか作っても、作ってくれるなら嬉しいな。ね、今なんかそう思いましたよ。絶対あの広がるような気がする。まあ、でもね、ほんとすでにね、このウータンとクマゴロちゃんとコンちゃんファンが多いんですよね。うん、おかげさまで。なんか、うん、あのもうね、10年ちょいになると、うん、その10年前から見てた子が、うん、もう小学生の高学年になって、うん、でもいまだにちっちゃいウータンたちで遊んでくれてるらしい。いいですね。嬉しいですね、本当にね。なんかいろいろ全国展開できたらいいな。で、それのナンバー2を今度6月？そうですね、今年の6月にね、はい、はい、またね、また第2弾を、ね、はい、されるというセカンドバージョン。はい。で、今度なんかセカンドバージョンって英語？English が新しく入るんですよね。そうです。ありがとうございます。ウータンたちが英語を喋ります。面白い展開になってきましたね。そう、2冊目のお話は私がずっと描きたかったことなので、とても嬉しいです。いやー、素晴らしい。いや、まさか本当にね、あの絵本を作ることになるっていうのはあまり考えてなかったんじゃないですか、数年前は。そう、全く考えてなくって、書くなら自分で書いて、どっか持ってかなきゃいけないのかなとか、すごい考え、そういうふうにしか考えられなかったので、本当に嬉しいです。感謝しております。あ、いえいえ、あ、よかったです、本当。時間が叶いました。
本当奇跡的な出会いですね。うん、本当出会いは奇跡です。出会いは奇跡、あ、この番組のタイトルも出会いですね、はい、この番組のタイトルと同じ出会いは奇跡で、本当にね出会わせていただいて、はい、素敵な絵本をね一緒に作らせていただいて、もう私も本当にね感激です。もう私もです。ありがとうございます。楽しみ。またこれからね、英語ができて、英語でも書いてるんですよね、次の絵本は。そう、そうです、そうです。すごいな。楽しみですよ、本当。なんか あとあれですよね、音楽も作ってらっしゃるんですよね、あ、ニコニコアムシっていうか、ウータンの、ウータンの、うん、なんかなありませんでしたっけ。あ、テーマソングですか。テーマソングだ、テーマソング、テーマソングありますよ。あれですよね、ありますよ。テーマソング誰がお作りになったんですか。テーマソングは歌詞が私が考えて、はい、地元の音楽教室の先生に作っていただきました。あ、そうだったんですね。すごい。歌詞はね、歌詞は本当に一つしかなくって、うん、よくこの歌詞でそこまで膨らませてくれたというようなものなんですけど、歌詞がね、うん、楽しい種がいっぱいいっぱい、みんなで楽しく拾っちゃおうしかないんです。うん、え、そうなんですね。これだけです。あとはランランランルンルンルンやってるだけで。そうだけど、もう本当にそれだけを伝えたかったので、それだけの歌詞にしました。すごくシンプルで覚えやすいとか、記憶に残る歌ですね。うん、ねと思ってね、そうさせていただいて、え、これしかないんですかって言われました。だから、うん、これしかないんですよって言って、うん、いや楽しいな森さん。そうだったんですね。今ねこの FM コミュニティラジオをね聞いてらっしゃる方、見てない方はちょっと伝わらないと思うんですけど、あのね一応YouTube でも配信されるので、 FM ギノワンの YouTube 見ていただければ、今のこのね20何分が見れますので、うん、ウータンとね熊五郎ちゃんとコンちゃんも、はい、よいしょ。いや、何か森さんまだ PR したいこととかあれば、うん、PR したいこと、うん、ウータンのこんにちはいつでもどこでも Amazon で買えますので。あ、なるほど、あ、Amazon ですね、こちらですね、はい、こちらです、こちらで、面白い、はい、ぜひお買い求めください。手に取っていただいて楽しんでいただければ嬉しいです。うん、好きなように読んでいただいていいです。うん、ウータンと、この根本真子さんはウータンと熊五郎ちゃんとコンちゃんを描いている時にはなんかどういうお気持ちで描いたんですか。そうですね、今回は本当に先に人形劇のねこういうキャラクターが、うん、いて、それをもとに私の方でイラストにするっていう形だったので、まあ普段は本当にキャラクターがなくて、先に私がちょっと提案をするっていう形が多いんですけど、で今回は森さんの作った人形を、うんうんうん、イラストにするっていうことで、うん、そのね人形のキャラクターのイメージをもう本当に壊さないように、壊さないようにですね、まあ、忠実にちょっと描かせていただいた感じで、ね、森さんにもねちょっとね最初ちょっと 色味とかね見ていただいて、でこれで OK っていうことを出していただいて、うんうんうん、でそれでもう、まあ、いつもそうなんですけど、まあ、心を込めてねこの絵を見た人が、この絵本を見た人が本当に楽しく笑顔になってもらえるようになったらなと思って、はい、描かせていただきました。素晴らしいコンビネーションですね、このイラストとね人形劇をねやってらっしゃる森さんね。私はもう別に何もやってないんで、本当一人でこう出来上がった僕は喋ってるだけなんで、手先叩いてなんか本当素敵だなと思って、で実際にね、うん、その時にほら絵本を皆さん手に取って、なんかもう指さしてね子供たちがこうなんか楽しそうに歌みたいな感じでその見てたので、なんかそれを見ても私もすごく嬉しくて、うん、はい、もう本当になんかもうありがたいなと思って、うん、もうとても嬉しいです。素晴らしいビジネスパートナーというかね、オンラインで良かったです、うん、はい、
でね、またね、第2弾もできるということで、ね、ね、もう楽しみですし、もっともっとたくさんの方にね、この絵本をね、手に取っていただきたいなと。そうですね。いやー、もうどん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 、あのね、有名になってほしいというか、うん、ね、こういう活力あって、行動的で、こんちゃん、見えないですよ。こんちゃん見えないってよ、こんちゃん。忙しいね、こんちゃん。はいはい。じゃあ、こんちゃん。たまにこんちゃん真ん中にしてあげる。こんちゃんとうーたんとくまごろちゃん。こんちゃんとうーたんとくまごろちゃん。忙しいわ。あ、こうだな。ほら、入った。映ってる、映ってる。森さんと森さんと森さんとね、森さん。なんか間違い探しみたいになってる。ですね。いやー、だけど本当にね、出会ってくれてありがとうございます。また次のね、作品作って、もう一回ね、対談に出てきていただきたいと思ってます。うん、あ、はい、ね、ぜひ。第2弾ね、ぜひぜひ。今日は本当に素敵な、ね、森さんと、うーたんと、くまごろちゃんと、こんちゃんがお越しになりまして、おめでとうございます。ありがとうございました。おめでとうございます。ではまたよろしくお願いします。お願いします。さようなら。さようなら。